勝ち点5差です。追っていた上位柏に勝ち切りました。今の心境をお聞かせください。いや本当に選手たちがこの3週間ね、準備してきたことをピッチで表現して、でもう戦い続けてくれた、もう選手に、そしてサポーターに感謝です。今日はウイング右に松本選手、左に高畑選手先発でした。どのように評価されますか？いや本当にチームでやるタスクプラス自分のね強みっていうところを本当にいかんなく発揮してくれたと思ってます。ここ2試合早い時間に先制許していましたが、今日先制しました。ここは大きかったでしょうか？そうですね、先に点を取って、でその後も我慢強く、相手圧力かけてきましたけども、それ本当に我慢強く戦って、で2点目奪い、後半ね本当に苦しい時間帯ありましたけども、誰一人こう緩めることなく戦い続けた本当に素晴らしい選手たちだと思います。追加点は右左右中央と揺さぶっての追加点でしたが、これは狙い通りだったんでしょうか？そうですね、我々サイドにストロングを持ってますので、いかにそこを効率よく使えるかっていうところはポイントだったと思います。守備も完封です。今日柏の左サイドを抑える、ここ一つポイントだったと思いますが、いかがでしたか？いや本当にサイドをどう抑えるかっていうのは我々本当に大きなポイントでしたけども、本当に選手たちよくやってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。